ABCR はトロのアーマーキング、対するノミはドラグノム。ドクラース、さあこのステージをどこを選ぶかというのが非常に重要になる。さあ選ばれたステージはバンコニーが壊れるステージ。準決勝第2試合、大将戦。早めの仕掛けを見せるノミ。ウルグリからの相手の攻撃。さあここはしっかりとガード。この火力がソロの怖いところ。しかしここで中断。連打して、ナッチを当たると、これは壁コンボ下段から有利を取って、さあ中段一本も制したのはノミ。まっさに逃さない、投げは抜けている。さあこのノミは小刻みにチェンジしていく。横に落ちられる浮かせようだから、壁に追い詰めているノミ。しかしここで尖めていく。ゲーミシアルの危険しまって、ここはたまらずトラグの方を出すしかない。しかしこれは読まれている。お互いにレイジ一発でつなぎかねない。どうです、さあ、まあ、届いた。これで 1-1。 投げは抜けている。素晴らしい集中力見せてくるのは JDCR トロアーマーキング。さあ対する伸びはドラムの古いキャラクターをチェンジ。投げが通る、受け身が取れない。さあここでランスを出してくる。 JBCR が守りの体勢に入ったか。しかし置いてあるのは浮かせ技。これは壁まで行く。バウンドから壁コンボ、おすすめはなんとジェットバットで完食。あれは抜けている。さあこれで行くのがドラグノフ。おっと、相手の少しのコースも見逃さない。しかしかってブラックスマッシュの壁コンボを詰めて、準決勝第3試合にリーチをかけている。ナギスマッシュ、さあゴミは押し返したい。ナギは抜けている。さあなんとかドラゴンを出してくるチェンジ、成功するが、ここでアサルトに対応するかが追加されたようにという西矢。投げが通る、これはチェンジ、エジオラース、おっと油断に置いてあるライト。さあこれはここでゲリシアルが状態、これはまずい、どうなるガード。さあフロントキックで削り取って